Welcome to Superstar Channel. はい、スーパースターチャンネルへようこそ。今日はですね、先週ぐらいからですか、まあ大雨の影響でですね、まあFacebook や Twitter の方にいろいろなところで災害がね起こってるんですけど、まあうちの近くの長野の方も国道19号がですね、崩落しまして、まあ通れなくなって、まあいろんなところでですね、災害が起こってるんですけれども。まあそんなのこともありまして、今回、ですね、広島の方の、まあうちのタイヤ使って去年一緒に、D1 ライツの方に出ました、あやめくんのところがですね、今回、まあ Facebook で見られた方もいると思うんですけども、かなり災害の方がひどくてですね、まだ復旧の方が進んでいないということなのですが、まあ近くでしたらね、手伝いに行ければなと思ってたんですけれども、なかなか行けない状況で、まあ何かできるかなっていうところを、まあうちのメンバーとも話はしていたんですけれども、今回、こちらの方ですね、RS606 の R1-275-3518、こちらの方2本と、R1-265-3518 の2本、こちらの方をこれからですね、ヤフーオークションの方に出品しまして、まあチャリティーオークションとして、売り上げの方を、全部寄付したいなと、いうふうに思っております。で、うちのメンバーの方からも、出せるものがあれば、今週オークションの方に出してですね、チャリティーの方に回したいと思っております。また詳細はね、日曜日の撮影するときにですね、ライブの方で少し告知させてもらえればと思います。で、ちょっと注意事項ですけれども、こちらの275265ですが、こちらの方、両方とも展示品として使用していたものになりますので、製造がですね、約2年前か1年前かっていう風になっております。ですので、古いタイヤで、かつ展示として外に置いていたものですので、表面はもう硬くなりつつありますので、本来の性能を発揮するという意味では、発揮できないタイヤだと思います。もう劣化の方がちょっと始まっておりますので、そちらの方は少しご了承いただきたいと思います。まあ試していただくとか、ドリフトで煙にしていただくとか、そういう方には十分使えるタイヤかと思いますので、こちらの方2本2本、これから出品の方をかけていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの方もこのオークションの方ご協力よろしくお願いします。